こんにちは、ねずき研磨屋アナです。今回も2021年10月20日から10月23日まで愛知県のポートベッセ名古屋で行われたメカトロテックジャパン2021をお伝えしたいと思います。今回はこの木下げ加工がめちゃくちゃ素晴らしいジェイテクトさんを紹介したいと思います。僕もこの木下げ加工を見てめちゃくちゃ惚れ込んだ一人です。この木下げ加工めっちゃ綺麗ですよね。じゃあ今回ジェイテクトさんの円筒検索版の魅力をお伝えしていただきます。よろしくお願いします。はい、ジェイテクトさんを紹介してくれる三好さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどの機会か。あ、山さん、ようこそ。今日はですね、ジェイテクトの E300GP ハイパーというバージョンをご紹介したいと思います。はい、この E300GP はジェイテクトの中でも小型の量産機の検索版になります。今回の特徴は、この小型の検索版にハイパワーの砥石軸モーターを乗せてより生産性を上げることを提案したくて、そのパッケージを手にさせてもらってます。じゃあ砥石軸のモーターが大きくなった大きくなりました。大きくなったことによってそれだけ早く砥石軸を回せますので、その分、たくさん削れてサイクルタイムを短く生産性をアップさせることができるということです。これは収束どれぐらいで80m まで。80m、はい、一般的にだいたい45m、このクラスですと、まあやれてもだいたい 5.5kW の 60m ぐらいまでだと思いますけれども、この型のタイプで、7.5kW の 80m まで乗せられるのは、我々 の、 その機械の本体が、それだけ耐えれるだけのものがあるというようなことになります。はい、じゃあ機械紹介お願いします。はい、で、さらに、この機械の特徴がですね、このバークの駆動方法にあります。左右の軸台を前進させながらセンター穴に、センターを入れることで、ワークを加工させるのが入っているので、はい、何がいいかというと、はい、駆動金具がありませんので、全工程が1回のことができます。いわゆるテレがないですね。そうです、はい、今までそのテレがあるために、初工程やった後に、もう一度そのワークを、ひっくり返して加工してたような2工程が必要なくなって、すべてこの1台で加工することができます。さらに、この主軸台には、NC シフトがついてますので、長さ違いのワークなんかも、対応できますから、段取り替えも不要で、サッシのワークができるというような特徴があります。あれですか、主軸と芯押し台は伸びるんですか。はい、伸びた位置に大丈夫ですか。両軸とも伸びた位置に。へぇ、あ、ほんまですね。そうですね、はい、でその装置が出て、今装置台が前に進んで、起動する件まで仕上がったところで装置がバックで、こちらは、そのデータを基にして、手を仕上げるというような削り方を、ここでは。この両ドライブする機体は、センターの大きさだとか、ワークの径だとか、あとは台数によってどこまでの検索能力に変えられるかというのも、我々の今までの実績の中でデータがありますので、ワークを見させていただいた上で、これなら、この数字で加工できますよ、この検索条件で回せますというようなところが、すぐに提案できるようになってきます。何よりも一発で加工できるのが、そうですね、はい、便利ですね。はい、他のところではこのような部分では、はい、うちは汎用検索版なんで、はい、ケレ、はい、使わないとダメなので、はい、やっぱりひっくり返した時のあの両センターの若干のズレによって、はい、やっぱり同軸とか変わってくるんで、はい、これだと一発で、ね、加工できるので、ね、同軸確保できるのすごくいいかなとは思いますね。はい、ワークによってはやはりたわんでしまったりだとか、センター穴の大きさによっては、それが
滑ってしまったりだとかいうことがありますので、はいはい、まあ、それはそのワークを見させてもらった上で、まあ、できるできないというような判断は、まあ、こちらからしてやったけれども、大体このツーリングで我々今まで1000台以上の実績がありますので、まあ、その辺で培った、ツーリングのノウハウとともにご提案させていただくことが可能です。へさんに解説していただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。